と同じような考え方で、あんまり見せないことによって怖くなるという考え方ですか？そうですね。あんまり全てをオープンにしてしまうとっていうか、まあ、リングにおいてはもうずっと例えばお化けの顔をずっと見せないとか、やっぱり見せないことでこうお客さんのもっと見たいもっと見たいっていう気持ちを煽っといて最後に見せるとか、やっぱ最初からいっぱいなんか残酷な表現とかこう怖い表現を見せすぎるともうそれに観客が慣れてしまうんで、なるべく見せないで、 でもまあちょっとだけ見せてまた見せないでこうちょっと見せてっていう、 こう波を描くとまあお客さんがよりこうついてきてくれると思います。そうですね、その、まあ、僕の映画のリングの中 の、 呪いのビデオ、人を殺すビデオっていうのはその特殊な能力を持った人のこう何ていうんですか、考えというか怨念がそのまま記録されてしまったっていうものなので、まあそういうことは普通は起こらないわけですけど、そういう超能力者、超能力者の考えが、こうアイディアがそのボンと入ったビデオテープっていうのは、それを見たら別に殺されなくてもすごく気持ち悪いと思います。なんか僕の周りでは知らないですけど、そういう人もいたというふうに聞きました。で、まあそれでもやっぱり怖いものを見たさで行く人も多かったんで、その100万人も見てくれたんだと思います。見ろって。でもだからビデオになってから見たっていう人と、ビデオで一人で見るのは怖いから映画館に行ったという人と両方いると思います。